どうもこんにちは、今回はですね愛知県名古屋市の山市鋼というところに来てます。何度かですね、このチャンネルでご紹介した焚き火台のね、ひたき、今日はですね焚き火台の製造過程を見せていただけるということで、こういったところに来るのはねちょっと初めてなんですけども、工場ですね、潜入してみたいと思います。今適当にカメラを回してますので、じゃあ失礼します。ちょっと申し訳ないですけど、小学校の校舎内の一応作望、あ、そういうことなんですね。すごい、なんか EC 部という感じがしますね。いやいや、そうでもない。懐かしいです、昔懐かしい感じ。前も僕 EC だったんですよ。だから、ちょうどこんな感じでやってます。でキャノって、例えば、ひたきって行き当たりばったりでこう構成してるわけじゃなくて、はい、こういう人の配置とか、人のこの大きさみたいなものをちゃんと中に入れ込んで、どんくらいのサイズ感なんだよっていうのをこう絵の中に入れてるんですよ。ああ、そうなんですね。で、そのスケール感、これ例えばこの人たちがいない状態だと、結局これってどれぐらいの大きさなのかって、これ自動車の設計と一緒なんですけど、わかんないんですよ、これがどんくらいのサイズ。例えばこのくらい作ってても、こう拡大すると大きく見えちゃうんで、設計するにやっぱり例のダッチオーブンをフルに乗せれるっていうのを実際にこうモデリングして、それを乗せてっていうことをちゃんと、ああ、やられてるんですね。だから不成立しているようなものはやっぱり物として作っても結局ダメなんで、でクロストロー2個乗せたらどうなるかとか、屋外に置いたらどうなるのっていうのもこんな風に、おお、こんなんもできるの、すげえ。でこんな風に見せて、僕は置いた時にはこう見えるかなというのも、しかもちゃんと焚き火シートまで仕掛けてるんですね。すごい徹底してる。そうなんです。こういうところまで一応考えて、まあ、これからこういうのを製品化していくときに CAD で計算かけて、それを例えば CAM で削るときも、やっぱりここ穴、皆さんよく言われたフィールドサイズのときも、こっち側で溶接してるよねっていうのよく言われたんですよ。はい、でこれやっぱりちゃんと貫通して穴止めてるんで、ここの穴とここの穴のピッチは線分台で狂いがないんですよ。でそれって品質必要なのかって言われるんですけど、はい、ものを作るときに同じものを作り続けようと思ったらそういう品質もいいだろうっていうので、もう全ての穴開けとかこの形状長さとかを全部制御しながら、まあ、作っていった。だからその鈴木さんが作られたやつを、その製造の人がそのデータ読み取って、それ通りにできるところまで作ってると思うんですよ。そうですね、それがキャムで穴開けるところで、溶接するものに関しては図面を見てそこから作ってますね。サイズなんか見てもらうと、はい、あ、これすごいねって溶接してる人たちがその溶接するポイントでやっぱり見分けられて、うん、山内こっちでやってるんだ、これ穴開けとるよねとか、どうやって開けてるのって、今50度で開けてるって言うと、やっぱりあ、そこまで手込んでんだっていうことをやっぱりこう分かる方がそういうふうに見てくれてるんで、まあ、それをなんか一般の方たちも安心して使ってもらえればっていう気持ちがあるんで、 A さんと B さんと違うものをやるとやっぱり、そうですよね、違う、あの時はこんなんだったわって、溶接工がこうだからってそれはないと思うんで、あ、そうですよね、やっぱ同じものをちゃんと出せるようにっていうのは心がけてやってます。ちなみにちょっと聞いてみたいんですけど、あのフィールドスタイルの時に写真でなんか魚の偽物が刺さってたじゃないですか。あれ 3D プリンターですか、もしかして。これで魚はこのモデルがこれなんですよ。はい、でこれを 3D プリンターで作るとこういうような状態で、まあプリントアウトされて、でそれがこういう形で取り出せて、これちなみにあの山内鋼さんの 3D プリンターですよね。はい、自社のプリンターで作り上げたこの形があって、あとは形状を成形して着色してっていうような、着色も全部ここでやられてるってことですもんね。そうです、あの本当の精度に着色はまた別なんです。これ案外見ていただくと、これはハンドメイド、私のハンドメイドなんで3色で、白はもともとのプリンターの色で、このグレーとちょっと濃いめの色はちょっとアーミー系の、あの戦車とか塗るための色があっと塗って、はい、でクリア拭いたような形状ですね。なるほど。モデルを作って精度のいいものを形化して、それからこういう飾り物とかも作る技術はうちの中にありますね。このお部屋でずっと毎日作業をされてるわけですよね。そうですね、この3人ともう一人そのブレードを作ってた人間が、ああ、4人で。ちなみに島本さんいない時は
ずっとお一人でやられてるんですか？あ、そうですね、はい、あの受注対応とかで。そうですね、はい。それは大変だ。いいもう SNS はもう彼女専任というか、もう彼女外だった。僕はほぼ乗ったし。あ、そうなんですか。センスは彼女が当てないので。山市浜根さんのインスタとか下本さんがやられてるのかなと思って。 あんな風あ、違うんですね。あの長いがいや、すげえよくやるなと思ってたんですよ。そう見えますよね。長井さんがやられてるんですね。あ、なるほど。あの、アウトドアの方も、あの山市 SS っていうあのフィギュア関係が多いんですけど、本体の方も全部、あ、ツイッターも彼女が全部。あ、そうなんですね。あ、じゃあツイッターとインスタの中の人っていうやつ。そうですね。なんでぜひぜひそちらもフォローしていただければ。そうですね、はい、おかげさまで結構フォロワーが増えているんですけど。あ、本当ですか。あの、カノさんの動画のおかげで。いや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 、でもまだまだやっぱりあのフォロワーさん欲しいなと思って。それはそれをぜひフォローしていただければと思いますので。はい、よろしくお願いします。お願いします。この下着のフォントは、はい、みんなの長い。そうなんですか。へえ。今度これのステッカー作ります。ああ、いいですね。すごいですよね。じゃあ失礼します。じゃあ、職人の。あ、はじめまして。はじめまして、北方と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ3メーターでしょ。そうですね、これ8パイの3メーターです。3メーターの切断する前のものですね。そうですね。やります。このロストルもまた太いんですよね、すごく。太いですね。8ミリを使ってあの蓄熱を高めているんで。この前もお客さんでこれだけくれってお客さんがいらっしゃいました。え、このロストルだけですか。ロストルだけ。ああ、確かに。これいいよねって。横同士のこう溶接がなくて、うん、全部ここの溶接と長いバーだけにした理由っていうのは、これを洗うときにここを持ってこう擦り洗いしても、もう自分に跳ねない、裏に向けても綺麗に取れるよねっていうのを。なるほどなるほど。考えて、あと持っていくときにもこう持ちやすい。そのまま持てるってことですね。これもここからここまでこれ一本のつながってるどこにも切ってるところないんですよ。ぐるっと一回り、ここがまた大変で。作るときに。これちなみにロストルだけでも売られてるんですか？うん、売ってますね。あ、売られてる。ロストルだけもあります。行きます。はい。こんな感じですね。これはちなみに、パーツで言えばあの8ミリのそうですねところだから、フレーム部分になるってことなんですか？これがあのロストルですね。あ、なるほど、はい、ロストルの長さのものですね、はい、ちょっとロストルを作る。あ、これがロストルのジグなんですね。
これで仮止めが、あ、これで仮止めが終わりですか。そうですね。まだもうしっかり溶かすというかあれした状態ではない。そうですね、これからやっていく感じです。まあ、溶接棒を使ってしっかりくっつけていきます、はいはい、行きます。はい、とりあえずは、はい、こっちの面がこれで完了ですね。はい、あとはまあ裏面をやってこっちの面をやっていくと思います。で先にこれをつけちゃうとちょっと溶接がやりにくいところがあるので、まあ、先にこの面を溶接して後で一番最後に。そうですね。はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。あ、以前はこれですか。そうですね、イメージ的にはこう、この隙間にこう刺して間隔の位置決めをしていっぱい。でもやっぱりあのどっちがやりやすいかって言ったらもう断然もう全然こっちです。そうですよね。もうなんかこっちだとはめるだけでこうできるような感じでしたもんね。はい、前はジグ立てする前はその製品の量産性ってあるじゃないですか、作るじゃない、はい、その前も本当に彼が考えてくれて生産してたのが多かったです。あー、なるほど。ちぎめするのがこの後出てくるっていうのも多分説明されると思うんですけど、えらい苦労したんですよ。なるほど。本当にこうジグ立てるとやっぱり早くなるし、これがあると同じものが作れるじゃないですか。あー、そうですよね。ズレもないってことですよね。そうですね。自分も撮った。これ何も見えないですね。僕なんかもうちょっとこれ見えるのかなと思ってました。だからこれでやるってすごい、すごいですよね。結構一応それも明るさがあってですね。あ、それ結構暗い方です。あ、そうなんですか。へえ、はい、一応こいつを仮止めして本付けするっていうのを角のところを見てもらえるんですけど、これも溶接してるんですけど、はい、例の穴開いてるところにピンを止めるんで。あ、ピンを、あの、フックですね。あー、なるほど。で、あの、貫通してるところですね。材料見てもらった方がいいですか。ユニパイの材料にうちの機械加工で正確な穴位置で穴を埋まるやつですね。で、それがまあこういう、あ、そこに来るわけですね。そうですね。あとはまずちょっと仮止めします、はい、これくっついた状態ですか。そうですね、まだ仮なので。なるほど。この後
反対側も。ここもまだ仮止めの状態なので、やるときはまあ、仮止めしたこの4箇所ですね。しっかり溶かし込む。本当ですね。なるほど、それのジグですね。決められた位置にしかつかないので、なるほど、はい、随分楽になりました大変ですね。一個一個全部手作業でやってるわけですもんね。で、皆さんすごいそこを喜んでくれてますよ。ああ、いやいや、すごいと思います。うん、手作りこれいい加減じゃなくて、うん、ちゃんと基礎からしっかりやって、成功して作り上げるっていうのは、うん、うちが今スタンスで。ああ。なんかあの前 YouTube のコメントでもあったのが、その8ミリを使ってて、その太さで材質もしっかりしたやつ で、なおかつメイドインジャパンで、6000なんぼってのはもうこれバーゲン価格だろうっていう人がいたんですよね。確かにこれ見てるとそうだなって感じがそれはね、バーゲンしますね。まあ、でも私も切ったのも、うん、これは多分すごいみんなに人気出るだろうなって予想があったんです。それだけ手が込んでて、そうですよね、欲しいって言われる方多いだろうなって思います。案の定やっぱり皆さん、いやそうですよね、そんだけ太いやつってのはないですからね。うん、本当にすごいもの見させてもらいました。ありがとうございます。これは永井さんとフィールドスタイル用広告でした。ちなみにこれ名前正式に決まりました。あ、決まったんですか。
きがこれ。なるほど。ちなみにこれは読みはどうぞ。魚のひたき焼きと。ここでひたきの名前が出てくるわけですね。そうですね。一応これ造語にあるんですけど、あのひたきの木まではこれよく言われるひたきで、いろりのことなんですよね。あと山形のこの名称なんですけど、いろりの数の数え方で一気に一気っていうのはこの木なんですよね。あ、なるほど。だからこの二つ合わせてひたきっていう名前で、あの、この方をやらせてもらっていると。で、これをローマ字読みにしたのが、うちの今のこのひたき。ひたきなんですね。で、その紐解いて、まあ、今度は漢字を使って魚を、まあ、和風なイメージで魚を焼いて、いろりを使ってもらって、ひたきを取っても。じゃあちょっと場所移動するので。あ、わかりました。全部工程を一人でやられてるんですか。いや、一応そう、何かあの彼の下に手伝ってくれる弟子がおるんですけど、手伝ってくれる方が出てきました。もう彼女さんの期待の頃はもう一人です。あ、そうなんですね。すげえ。あ、だから全部で全工程ができるんです。あ、なるほど。すげえ。これもう一回できたりします。あ、もう全然。あ、よろしければ。ぜひお願いします。曲げていただいても大丈夫です。え、僕ですか。いやー、ちょっとそれは難しい気がする。だいぶ力が入りそうですもんね、それ。そうですね。最初の頃なんかもうこのハンドルが短かったりしたんで、もう本当きつかったんですけど、今は。しっかり熱処理されたいいハンドルを作ってもらったんで、もう硬さが全然違う。そうですね。前のはもうやっぱりこの辺の穴がすぐ広がっちゃったりしてたんで、でも、うちで取り扱ってる生材で一番硬いやつを使ってたんですけど、はい、それでもダメだったんで、もう熱処理をしてもらうしかないっていう話で。感動された方がいらっしゃって、はい、毎日がジムだよねって。いや、なんかこう機械曲げかと思ってました。あ、知らました。もう本当に力ですね。力技なんですね。すげえ。ノンベンダーっていうベンダー機を使わないで、はい、人はベンディングマシンです。背中がいいです。今この長いやつで、あのロストルのハンドル部分ですね。あ、なるほど。
ロストルのハンドルが完成ですね。そうですね。すごい。なんか本当あの機械でやるか、はい、なんかなんていうんですか、でっかいものでやるかと思ったら本当手作業というか。そうですね。これは大変ですね。やっぱり最初こんなにいいジグじゃなかったんで、あこれでも随分やりやすくはなったんですけど。あそうなんですね。しんどいのはしんどいです。これはあの本当に私がひっちゃかに一本でやった方が美しいからやってって言って、もういろいろとこうもう本当にわがまま言って、なるほど。本当は適当にこの辺溶接して下げちゃうんですけど。普通は溶接されてますよね、きっと。なかったらそれがこの特徴になるからやってよって感じです。もう一本のバーがそのままハンドルになってるんですもんね。ありがとうございます。ここでもこれ初めてですか。ずれたりしない。もうこれはめちゃくちゃ最初ずれましたよ。あだからもう2ミリずれたらもうすげえ戻らない、戻せない、もうダメです。でもそういう場合もう切って別のパーツとして使うっていう感じで。ああそうか。今はもう来たから感覚で一応どこでどんだけの寸法を狙えばいいかっていうのはでも最近ですけどね。まさにでも職人技ですからすごいですね。いや本当本当職人技ですね。すごい、うん、すごい。これがね6800円ですからですよね。そうそうそう。多分普通68じゃないね、9008とか皆さん1万超えるかなって思いをつけてくることが多いと思うんですよね。全般にかけて下着ってものが自分らこだわりで作ってて、お金をそんなにこうなんか乗せるようなことをしない製品にしたいっていうのがみんな強くて、だからこう技術をなんとかしてメデンジャパンっていうので。ちなみになんですけど、作ろうと思ってロストルって1日何個ぐらい作れるものなんですか。はい、切断まで終わってる状態だと1時間に1台はちょっときついかなっていうぐらいなので7台ぐらいですかね。7台ぐらい、はい、そうですよね。いやすごい。逆に使ってもらう人がすごいこう、はい、何大事に使うじゃないですか。はい、そうですね。こういうことを知るとあこういうものなんだって多分あのこの動画見た人はもっと大事に使えるようになると思いますよ絶対。お願いします。はい大丈夫です。あこんにちは。先を一緒に作ってあの鈴木とそのと一緒にやってます。あそうですね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。あの実際にうちの、はい、あの自社製品のプレートのプレート、はい、まあうちの特徴としてはもうこんな塊から、はい、もう削り出してあの一個のフィギュアスケートのプレートを作っていくっていうのが特徴になります。だからさっき社長さんからあのご説明いただいたんですけど、通常だとなんか3つぐらいのパーツを溶接して作り上げるっていうことなんですね。え、そうなんですか。で普通、はい、スケートのブレードって、はい、この靴の裏につくこの2つのパーツと、はい、この板と3ピースなんですよ。あ、分かれてるんですね。はい、板金で打ち抜いて、はい、この3ピースを溶接して作るんですよ。はい、そうすると溶接した部分っていうのはものすごくあの負荷がかかると曲がったり折れたりっていうトラブルがあるんです。そしてなおかつ材質的にこの刃の部分だけをちょっと焼きを入れて硬くしてるので硬さがこの他の部分と刃と違うんですよね。そうすると硬いところがポキッと折れたりもするんですけど、これは丸々この大きさの形の鋼を特殊鋼を丸々この形からこれに削り出してるんです。あ、元はじゃあこの箱の大きさの鋼を削り出してこれを一体物で削り出してるんです。あ、そうなんですか。だからぶどまりはまあ 3% 切るぐらい、もう全部スクラップですけど、まあ、ただそれは再生しますので、ね、あ、なるほど。だから非常に負荷がかかっても力を全体で分散するのと、はい、あとバネ性があるので一蹴りの滑りが全然違うんですよ。ああ、そうなんですね。だからスケーターの人にも非常に優しいですし、だスピードが落ちずにいろんな技が繰り出せる。しかも折れる心配もなく、はい、ってことですね。宇野昌磨選手は3週間ごとに道具を付け替えてたんです。曲がったり折ったりする。なるほど。うちのやつは去年の7月から入ってますけど、はい、一度も交換してないです。それはすごいですね。だから非常にスピード落ちないので
あのこのブレード履いてる選手の特徴っていうのは早い一筆書きのこうやってるみたいな感じ、技がこうつながりがあってスピードに乗ってて、はい、だから芸術っていうのは非常に高いですよね。あ、そうなんですね。ね、へ、宇野昌磨選手も世界一になりましたし、あのりくりゅうペアもあの金メダル取りましたし、ああの最近ツイッターで拝見しました、はいはい、へ、じゃあ何が違うんだろうと思ったら全く作り方から何かが全部違 う, っていうことなんです、ね、材質が違うといわゆるものづくりに対する考え方が根本的に違うんです。あ、そういうことなんですね、はい、これも 3D プリンターで作った一体物の商品です。このしなやかに動きますよ。あ、動くやつですか。はい、すごっ。この 3D プリンターも自社で作ったプリンターです。あ、プリンター自体も作られてるんですか。後でまたご覧いただくことになってますんで。あ、なのじゃ機械の方も作られてるんです。あの既存のプリンター買っても思うようにできないんですよ、はい、あ、やはり日本独特の湿度、温度変化、はい、そういったあらゆる、まあ、条件がこうパラメーターがありますので、はい、それをやっぱり何とかしようとした技術者がもう自社で作りましょうということで。そうなんですね、はい、あのおそらく日本で唯一の非常に生産性の高いプリンターです。プリンターですか。樹脂も独自で配合して、そしてこういったものを作るためのプログラム、それも自社製で、はい、でも本当全部一貫してやられてるってことなんですね。で、出来上がったものの表面処理、塗装も自社でやってます。あのものづくり自体っていうのがやはり今国内でものすごくやっぱり足元が揺らいでるわけですよ。ものづくりがある限り我々はやっぱりお客さんに何かサポートできるような役に立つような、やっぱりそんな仕事は続けたいな。だうちの鋼っていうのはカタカナですけど、決してその漢字の鋼にこだわってるわけじゃなくて、一つのこういうイメージだと思ってます。とにかくあのこの2人が所ジョージさんに会いに行ったところから始まりますから、はい、そうですね。これは実際に宇野昌磨さんが使われたものなんですけど、はい、まあ、昌磨っていう名前書いてあるんですけど、まあ、既製品はここの部品それぞれが単品で作られてまして、はい、それを溶接でくっつけてるんですけど、はい、もううちはもうこういった塊から削り出していくので、本当に強いブレードが出来上がる。ちなみにこの下にあるのは削り出す途中みたいな。途中ですね。なんでここからこういう風に出して、でさらにこういう形になる。これの削り出しも今回見せていただけるんですかね。そうですね、今ちょっと実際削ってますので。あ、なるほど、はい、今ちょうど荒加工からの最初から削り出す。お願いします。よろしくお願いいたします。 3D プリンターです。まだちょっと未完成なんですけども、はい、弊社が今作っている 3D プリンターでもほぼほぼ全て作ったショールームです。今見ていただいている、まあ、壁のところですね、あと置いてあるもの、こういった照明もですね、こちらにある照明もそうですけども、
まあ、ほぼほぼ全て 3D プリンターによって弊社のもので作らせていただいたものになります。ちょっと分かりやすいところでご紹介すると、一般的な 3D プリンターで作ったものは、はい、我々積層根とか、まあ、断層とかこういう積み上げたような層、 3D プリンターって結局ミルフィーユ状にですね材料をこう積み上げて作っていく技術なので、はい、こういうまあ、物を積み上げたような層がですねどうしても目立ってしまう。これってまあ見た目だけでは正直ないんですけども、やっぱりこれが従来の 3D プリンターです。これに対して山市鋼が作った 3D プリンター、あと素材で作ったものっていうのが実際にこちらになります。先ほどと比べていただくと積み上げた層ほぼ多分見えないかと思います。本当ですね。表面が綺麗になっただけではなくて、いわゆるこう硬さですね、こういったところも非常にものとしてはやっぱり高品質なものになっています。なるほど。で実際に作るスピードも速くなっています。従来これぐらいの大きさのものを作ろうとした時にですね、だいたい3日とか4日かかっていたんですけども、はい、弊社が作った 3D プリンターでものを作りますとざっくり1日半で2つ作れます。ということはだいたい半分ぐらいに短縮できているところですね。はい、下手したら半分以上ですね。半分以上。こちらが1つに対して3日4日に対して、こちらに関しては2つ同時に作って1日半なので。あ、なるほど。はい、これぐらい早く高品質で見た目的にも綺麗なものが作れる。本来職人さんがこういったものを作るのに何ヶ月も、下手したら半年1年かかるようなものも、まあ、我々の手にかかればですね本当に1ヶ月かからずしてここまで仕上げるということです。なるほど。これちなみになんですけど、この縁というか枠というかこの部分も 3D プリンター？そうです。ここの組子細工だけではなくて、こういったところ全て 3D プリンターで作られています。そうなんですね。あの見た目は完璧に木目で、はい、なんか本物の木を使ってるように見えますけども、はい、でなんか触った感じも確かに。そうです。触っていただくと木ではないですね、はい、プラスチックってバレちゃうんですけど、3D プリンターだからこんだけ細かいことができるという感じなんですかね。はい、そうです。すごいな。3D プリンターで作った後にですね、はい、弊社の方で仕上げの塗装処理というのを加えてます。実際この塗装の処理自体の基準でいくと、自動車とかのですねあの塗装に採用されているぐらい厳しい、いわゆる品質基準を満たす塗装技術で行ってます。まあ、意匠性を持ったものを作るっていうのもそうなんですけども、はい、あとはこう組み合わせて作っていただくことによって非常に大きなものも作ることができます。これもう全て 3D プリンターで作ったものです。この下の台から含め、そうです、この木に見えるようなものもきっとそうなんですよね。はい、おっしゃる通りです。全てプリンターです。すごいですね。あの実際に見るまでは3D プリンターだから本当プラスチックの質感のものばっかりなのかなと思ったら全然違いますもんね。もう木の質感ですもんね。ありがとうございます。やっぱりこういうものづくりの仕方って、まあ、今基本的にものを作る仕方っていろんなものづくりが、はい、まあ、弊社でいうとやっぱり下木でいろいろこういうその鉄を曲げたりとか溶接したりとかして組み上げる、はい、もしくは機械加工を使って作る、金型を使って作る、いろんなものづくりの仕方があるんですけども、結局そこにはやっぱり量っていう問題があって、大量にものを作れば費用は安くなる、でも今のこれからの世の中って基本的に多品種少量って言って、少ない量で皆さんにかなったようなニーズのものを作らなきゃいけないっていう話が非常に多いので、じゃあホテルとかいわゆる一般的なお客様にしても自分だけやっぱり違ったものが欲しいってなったら、みんながみんなの内容を叶えようとすると今までのものづくりでやっぱり叶えられない。なるほど。例えば、この形があったとして、ここの場所はやっぱりこのデザインにしてくれっていうのも 3D プリンターだからすぐにデータを入れ替えれば、はい、オリジナルのものができてしまう。はい、であとはこちら照明のですね、はい、ソケットからついているこれカバーですね。これも 3D プリンターによって作られてます。これもプラスチックですか？そうです。あとはこういうこれ実際の月ですね。よく見ていただくと月なんですよ。クレーターが開いてるから、クレーターなんですね。はい、
空いてるかと思うんですけど、これもですね、結局データさえあれば何でも作れてしまう。好きとは思わなかった、ね、はい。だから今までは結局紙の図面だったりとか、はい、いろんなまあ職人さんのノウハウだったりとかっていうもので実際形作っていたものがあった時に、我々は 3D のデータさえあればそれをこのような形で復元することができる。なるほど。例えば飲食店さんとかで内装をやりたいっていう時に、本当にこういう感じのデザインでっていうので言ったらオーダーメイド的なことができちゃうんですね。できます。こういう衣装だけではなくてですね、いわゆるこういうなんて言うんでしょう、色合い的なところも含めて我々は再現することができますので、少し伝わりにくいかもしれないんですけども、こちらの像さん、はい、まあ、色が塗られていてこういうような形で着色がされてるっていうふうに思われるかもしれないんですけど、実際なんて言うんでしょう、表面をちょっと触っていただいてもいいですか。なんか手にこうしっとりと、あ、なんかゴムじゃない。そうです、ありがとうございます。まさにその通りです。はい、我々の技術のもう一つっていうのは、単純にこう衣装的なところでこのような形で着色をするだけではなくて、はい、機能としてこの着色を施すことができます。簡単に言うとゴムのような食感を出すとか、なので形状としてもこれだけ自由度があって作ることができ、かつ衣装的にこのような色合いを作ることができます。でプラスアルファはですね、こういう機能、触った時にゴムのような食感だったりとか、まあ、最近だと抗菌とか抗ウイルスとか、はい、そういったところにですね、こう機能性塗料というのをこう加えてあげることっていうのもできます。なるほどですね。そしてこれは多分 3D プリンターで作ったって言われないと絶対多分わからないですよね。わからないと思います。わからないと思います。これ本当触った感じが伝わらないのがちょっとあれですけど。そうですね、実際これ触っていただかないと、なんか手にこうフィットするような感覚ってなかなかわからないと思うんですけど、触っていただけるとお分かりになります。確かに今いろんなこうサンプルだったりとか、はい、こう実際の例みたいなやつを見ていただいたと思うんですけども、はい、じゃあ実際にそれを叶えるためにですね、はい、我々がやっぱり肝にしている部分、はい、それはまさしく山一鋼の本業のところにも通じるんですけども、素材です。これが実際に原料です。これが原料ですか。はい、これプラスチック。そうなんです。実際にプラスチックのですね、こんな米粒みたいなやつをですね、はい、溶かして伸ばしてですね、こんなワイヤーの線みたいな形にしないといけないんです。これを実際に 3D プリンターにですね装着しまして、押し出ししてこう溶かして、ものをミルフィーユ状にこう溶かして作っていくような技術なんですけども、この素材自体もやっぱり我々が非常にこう注視しているところです。やっぱりこう実際のものを作るためのこの素材のところを、まあ、おろそかにしてしまうとですね、はい、やっぱりいい品質のものっていうのはなかなか出来上がらない。で今見ていただいているこちらのマシンがですね、その条件を出すため の機械になります。実際に生産をするラインっていうのは別の工場の方にあるんですけども、はい、こちらの方にですね素材を入れて、実際にこちらの方のリールにですね巻き付けをして、こんな感じで素材を作り出すと。でこれ自体でですね、まあ、我々、まあ、商品ともしてまして、こんな感じで 3D プリンティングフィラメントというような形で、あ、これ自体を材料と素材として売られてるんですか。そうです。なんでこの辺もですね、お客様の用途だったりに合わせて我々の方でこのマシンを使って素材を作り出して、このような形で使っていただくものを作りました。うちの鋼っていうのはカタカナですけど、やっぱり決してその漢字の鋼にこだわってるわけじゃなくて、一つの固有名詞だと思ってます。一つの固有名詞だと思ってます。ちょっとごめんなさい、準備ができてないんですけども、はい、まあ、こちらがですね、弊社が開発した自社製の 3D プリンターになります。形はすごく武骨なんですけど正直まあこのプリンターをですね売るっていう目的ではなくて、はい、皆さんが欲しいと言われるようなものを形作るために作られたプリンターです。中見ていただくと、非常にこちらのですね、なんていうんでしょう、銀色の内側の部分が実際にものを作り出すエリアになるんですけども、はい、先ほど見ていただいたですね、サンプル品、こちらの上でですね、実際にものとして作り出していきます。この一番下から、はい、材料が素材が出てきて、
素材自体はですね、あそこにあるあのカタツムリみたいなところからですね、はい、この樹脂を溶かしてで、こう一層一層こう積み上げてミルフィーユ状にこう積み上げて作っていく。なのでこのプレートがですね、本来は上に上がってきてで作られて積み上げていくとどんどんこう下がっていく、はい。で我々ですね、実際にこの 3D プリンターで特許まで取ってます。あ、そうなんですか。はい、これに関してはですね、世界中見渡していただいても唯一無二、弊社だけの技術です。へー。何がっていうところなんですけど、この除湿乾燥ですね。除湿乾燥、はい、いわゆるこの中をですね、プラスチックなので温めてあげると物を作り出すときに安定して物を作り出すことができるんですね、うん、加えて除湿、要は湿度もコントロールしてるんです。そうすると実際に作り出す、プラスチックの製品自体が非常に安定化して、一番最初に見ていただいたナイトのサンプル、はい、チェスの駒のサンプルがあると思うんですけども、うん、除湿機能ありとなしだけであれだけ違うんです。あ、なるほど。表面がちょっとなんか凹凸があるようなものから、実際この機能を入れていただくだけで非常に滑らかに、かつこう硬いプラスチックになると。なんでまあ我々がですね、実際にこう欲しかった 3D プリンターというのを自分たちでこう形にしたという。やっぱりこうかつですね、こう安定的にまあ作るっていうのが非常にやっぱり重要です。それこそ、その従来の 3D プリンターだとやっぱりこう断層ができてたじゃないですか。この断層がなんて言うんでしょう、毎回言ったらランダムにできてしまうような。そうです。ということですよね、はい。それを読むっていうのもやっぱり非常に難しいんです。なるほど。それがこれだとそういったことがなく、ずっと同じ条件というか同じ状況で作れると、はい、安定的に同じものを毎回繰り返し作る、これは実は 3D プリンターのいわゆる業界の一番の課題というか悩みだったんですよ。それを繰り返し安定的にやっぱり早くものを作れるっていうのがやっぱり弊社のこの 3D プリンターの特徴ですね。ちょっと形はあんまりかっこよくないんですけど、この自体は非常にいいものが作れるものだと、ね、他のプリンターを見ていただくと、はい、やっぱり日本の 3D プリンターっていうのは悲しいかな、ないんですね。あ、そうなんですか。はい、もうほぼヨーロッパやアメリカがまあ独占してる市場でして、日本製って言われると多分皆さん日本がって多分思われると思います。あ、そういうものなんですか。はい、でもやっぱり我々こうメイドインジャパンのものづくりってやっぱりすごくこだわってるものづくりがそこにはあると思っていて、はい、それをですね、まあ、我々も例えばヨーロッパやアメリカのパートナーといろいろやったんですけども、うん、やっぱりそれを形作るまではいかなかったんですよ。あ、だったらっていうところで自分たちでプリンターを作ってみよう。あ、素材やこういう 3D プリンターのお話をした後にですね、はい、実際にこのものをもう一回見ていただくと、まあ非常に分かりやすいんですけど、一般的な 3D プリンターで作られたものが、まあ、やっぱりこのような形で、今まではこれって、はい、こういうもんだからしょうがないよねっていうものだったんですよ ね、きっと。なので結局ここから皆さんやっぱり 3D プリンターのイメージがついてしまったんですよ。あ、 3D プリンターって結局おもちゃを作るものだよねとか、あ、なるほど、こういう見た目が取れるようなものではないよねとか、硬いものが作れるものでもないよねとか、我々がこういう風にやったものっていうのはこれだけやっぱり違いが出てくるというか。違いますね、全然、はい、そうですね、縦にも横にもこうラインが入っちゃってる感じですもんね、はい、従来のものっていうのは、はい、多分もう見れば一目瞭然だと思いますから、はい、じゃあ、まあ、ぼちぼちちょっと移動。あ、分かりました、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こちらもありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、どういう事業ってこれ、みんなこんな感じで大丈夫です。あ、大丈夫です、大丈夫です。今皆さん映ってますね。じゃあ、そして今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。多分、視聴者の方もですね、どういうふうに焚き火台ができてるかとか、どういうふうに作られてるかで、どんな方が作ってるかとかですね、そういったことが見えたと思うんで、さらに日滝の魅力っていうのが、ね、増したんじゃないかなと思います。山市花音さんのいろんな
製品とかもですね見させていただいたのでかなり勉強になったところもありまして、またぜひ来たいなと思っております。こういうようなあのみんなの努力で、皆さんに楽しんでもらえる、品質をしっかりこう考えた製品をご提供していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あとあれですね、忘年会に参加。あ、そうだ、12月27日に山口県の小鳥の森キャンプ場というところで、忘年会やろうという話をしてるんですけども、鈴木さんもあの来ていただけるということになりましたのでみんなで皆さんよろしくお願いします。北木でご飯食べましょうということで、はい、キッタワさんもありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。いろんなあの作業見させていただきましてかなり大変だなと思ったんですけど、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。島本さんもありがとうございます。いや、とんでもないです、はい、ありがとうございます、はい、永井さんもあのお二人いないときに頑張ってください。あのインスタグラムとかもねやられてるんで、ぜひあのそちらの方もフォローしてください。ということで今回は山口花音さんの会でした。ありがとうございました。